皆様、第34回高砂映画祭授賞式にお越しいただきまして誠にありがとうございます。今年で34回目を迎えました高砂映画祭。新型コロナウイルスの影響により3月20日より予定されていました全上映プログラムを中止させていただきました。高砂映画祭を楽しみにされておられました皆様には大変心苦しくありますが、ご理解をいただければ幸いです。本日の授賞式におきましても感染予防の観点から例年より少し形を変えまして、インターネット中継とラジオ放送での実施となりました。高砂映画祭が選んだ珠玉の映画たちをご紹介してまいります。申し遅れましたが、本日司会進行を務めますラジオ高崎の篠原雄介です。同じくラジオ高崎の田野内明美と申します。本日は最後までどうぞお付き合いください。高崎市長富岡健二様よりご挨拶を頂戴したいと存じます。富岡市長、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。高崎映画祭が、ね、このような形で行われましたのにもかかわらず、ね、受賞者の皆さんわざわざ来ていただいて本当にありがとうございます。私は、ね、最後まで、ね、こういう映画祭を、ね、ちゃんと音楽センターでやる、そしてこの受賞式も、ね、たくさんの人が入ってもらった形でやるって最後まで執念深く、ね、主張しましたけどね、そこらにありますコンサートを、ね、ちょっとやめるという話じゃなくて、ね、高崎にとってね映画というのは大変重要でしてね、高崎の町では毎年映画をね70本ぐらい制作するのに協力している町でしてね、映画を通じた町づくりというようなことはね大変重要な課題だと思ってますのでね、よし何が何でもやるぞっつってね言ったらね実行委員の皆さん方がね大変冷静なご判断でね、師匠ダメだよそれはなんて言われてね、やむを得ずこういう形になったんですけどね、心の中で悔しいっていうようなもんでね、1分以上喋っちゃダメだって言われてますからね、ここでやめますけどね、そういうことでね、これから皆様方の、ね、映画の世界でね頑張っていただきましてね、高崎でいつでもねもうフィルムコミッションっていうのが頑張ってますのでね、それから師匠さんっていう公開を中心になってやっていただいた方が非常に頑張ってますのでね、何かあったらいつでも映画制作に協力しますからね、ロケなんかの協力もしますしね、例えば1000人ぐらい の群衆を集めたような場面を作れって言ったら1000人ぐらいすぐ集めますから、ね、どうぞ、ね、遠慮なしにお話しください。まあ、しかしいずれにしても、ね、大変おめでとうございます。これからも、ね、高崎忘れないで協力してください。おめでとうございます。富岡市長ありがとうございました。それでは各賞の授与へと移らせていただきたいところですが、まずは各受賞作品を映像で簡単にご紹介させていただきます。皆様スクリーンにご注目ください。
皆様いかがだったでしょうか。この後受賞者の皆様には高崎映画祭よりトロフィーおよび賞状が授与されます。今回お渡しするトロフィーはデザイン工房ノースウィンドの木村明さんの作品です。また受賞理由を記載した賞状は後ほどお送りさせていただきます。賞状の記号は上原豊明さんによるものです。それではただいまより第34回高崎映画祭授賞式を行います。続いてはこちらの賞です。広瀬監督おめでとうございます。どうぞステージ中央にお越しください。プレゼンターは宇津木妙子さんです。それではお受け取りください。宇津木妙子さん、ありがとうございました。おめでとうございます。それでは広瀬監督、今のお気持ちを伺いたいと思います。会場の皆様よろしくお願いいたします。この度は素晴らしい賞をいただき大変嬉しく思います。世界中で新型ウイルスの危機にある中、このような形で最善を尽くして誠心誠意誠意ある対応をしてくださった高崎映画祭の皆様に心より感謝申し上げます。新進監督グランプリということで、この賞は本当に私だけではなくて、もう試行錯誤一緒に伴走してくださった主演の柳楽優弥さんをはじめ、小林薫さん、夜明けの、全スタッフキャストの、皆さんに贈られる賞だと思っております。これまで本当に恵まれてきたんですけれども、これまでの幸運に甘んじることなく努力してまいりたいと思います。本当に不安な日々が続いていますけれども、こういう時だからこそすごく映画の力っていうのを信じたいなというふうに改めて思います。目には見えない大きなものや大きな思惑に心を削り取られないような、そういう心を培うことができるのが映画だと思います。一人の作り手として、どんな時も弱い映画に立てるような、そういう映画を作っていきたいなと思っております。この度は本当にありがとうございました。ありがとうございました。新進監督グランプリを受賞されました広瀬監督に今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。最後に高崎映画祭プロデューサー塩睦子より皆様にご挨拶申し上げます。皆様、改めまして高崎映画祭塩です。この後高崎映画祭の名物フィナーレが待っている前なんですが、一言皆さんにぜひお礼を申し上げたくてこの時間を取らせていただきました。今日お越しいただきました受賞者の皆さん、そして今日インターネットで今ご覧いただいている皆さん、そしてラジオ放送でお聞きいただいている皆さん、本当に今この時間を共有していただきまして本当にありがとうございます。高崎映画祭は34年の歴史を紡いできました。本当に多くの方の支えでこの年数を重ねてきたと思いますが、今年はですね、本当に皆さんも触れていただきましたが、新型コロナウイルスの感染拡大防止ということもありまして、本当にどんな形で映画をお届けできるのかということをみんなで知恵を絞りながら、そして楽しい未来のためにどういうことができるのかということを考えながら、この映画祭の開催に進んでまいりました。
今日こうして授賞式ができたこと、本当にいろんな形で映画をお届けできるということがまだまだできるんだということを本当に再認識をしたというふうに思っております。先ほど坂本監督もおっしゃってましたが、本当に映画は映画としてあり続けるので、いつでも映画は上映できるんだと、映画を届けることはできるんだということを本当に今日皆さんのお言葉も聞きながら、感じました。私たちもですね、今日この時間に今見ていただいた皆さんが、何かこのまだ上映をしていないものでも、ご覧になっていない作品でも何か心に残るものがあったら嬉しいなというふうに思っております。映画の力を信じてこれからも進んでまいりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。高崎映画祭プロデューサー塩息子よりご挨拶を申し上げました。さて皆様、高崎映画祭の授賞式といえば、先ほども塩さんおっしゃってましたが、そう、高崎名物だるまのプレゼントでございます。この高崎だるまですが、眉は鶴、ひげは亀を表していると言われまして、縁起物の象徴です。願い事はだるまに向かって右側、左目に目を入れまして、その願い事が成就したら反対の右目に目を入れて供養するのが一般的とされています。本日はお腹の部分に名入れをさせていただきましただるまを受賞者の皆様にプレゼントいたします。それでは受賞者の皆様を改めてお呼びしましょう。新進監督グランプリ甲斐さやか監督、どうぞステージまでお願いいたします。新進監督グランプリ広瀬七菜子監督、最優秀新人男優賞ライクさん、最優秀新人女優賞川島リリカさん、最優秀新進男優賞杉田ライルさん、最優秀新進女優賞和田美沙さん、最優秀助演男優賞渋川清彦さん、最優秀助演男優賞窪塚洋介さん、最優秀助演女優賞斉藤由紀さん、最優秀主演男優賞稲垣吾郎さん、最優秀主演女優賞加穂さん、最優秀主演女優賞シム・ウンギョンさん、最優秀監督賞マリコ・テツヤ監督、最優秀監督賞常盤志郎監督、最優秀作品賞鈴木拓司監督、井浦新さん、大西彩香さん、金井博人さん、
皆様おめでとうございます。お手元に真っ赤なだるまが、印象的ですね。さてインターネットで受賞式をご覧いただいている皆様は、以上をもちまして第34回高崎映画祭受賞式は終了となります。次回第35回高崎映画祭は通常通りの開催を予定しております。来年はぜひ会場で皆様とお会いできることを期待しております。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。